すごいね、なんかこの金ピカというかすごいド派手な服を着たどなたでしょうか。どなたって名前聞いてもしょうがないんだけど、ねえ、もうなんかすごい棒持ってるし、もう全身、ねえ、もうなんか、顔の上にさ、あ、指差しちゃ失礼かな。顔の上に顔が乗っかって、さらに顔が乗っかって、顔が、頭が3つついてるよ。すごいね。笑っちゃうぐらいすごいわ。で、なんか旗ですけど、これタイの国旗じゃないし、何なんだろうね。宗教的な旗なのかな。ね、金ピカの仏像とともに、まあ、しかしですね、こういうなんか人工的に作った、仏像とか、なんかよくわからない、この、きらびやかなものをさ、崇拝するっていうか、タイにおいて、その偶像を崇拝するというのは、いかのように、いか、どのように捉えられてるのか、その辺はちょっと気になるところではありますね。まあ、別に批判するってわけじゃないんですけど、宗教って、まあ、俗世間から少し離れたところに意味があるんですね。俗世間で全てさ解決っていうんだったらさ、別に宗教いらないわけですよ。人々が集まって、まあ、社会、世間なるものを作って、まあ、それで万事 OK だったら宗教いらないよね。だけど、まあ、なかなかね、人って完璧じゃないので、まあ、相田光雄先生もおっしゃってるように人間だもの。ね、なので、まあ、人は宗教ってものをですね、宗教っていう概念を持つわけですが、まあ、その宗教が人によって、まあ、俗世間的なね、人によって支配されてしまうと、結局俗世間と変わらなくなるわけですね。だからなんか偶像をさ作り出すとさ、その偶像ってさ人が作るじゃないですか。だから人が作ったものを崇拝するっていう形はどうなんだろうなみたいなものはあるんだけど、まあ日本でも仏像とかありますけどね、仏像だの大仏だの、あ、これミネラルウォーターをね、ミネラルウォーターですね。あれ、なんかだんだんごちゃごちゃとしてきた。あ、これも金鉱ですか、金の取引所ですか。そして線路を渡っていきます。これ大国鉄、あ、それでね、踏切のところに、その踏切監視所みたいな小屋が建ってますよね。一応ここは、自動化されてて、この、列車が来ると、この遮断機が降りるようになってるみたいなんだけど、やっぱり係員がいるんですね。タイは今でも自動化されてないところもあって、人が手動でこう、なんか列車が近づくと、遮断機っていうかその封鎖するっていう、まあ、そういう場所もちょっとだけ残ってますね。あとポイント切り替え、あの列車の、あの線路の切り替えのところに人が、係員が立ってて、それでまあガチャンガチャンって切り替えるみたいな、そういうところもあります。まあ日本と比べるとかなりね、手動で行われてますね。ただ鉄道に関しては昔の日本みたいな感じじゃないかななんて思うんだけど、この辺屋台が多いですね。なんかないですかね。あ、バナナがたくさんでありますね。あ、この辺すごいごちゃごちゃしてて面白いですね。タイ国鉄はほとんどの駅が有人ですね。当たり前じゃないかっていうかね、
まあ旅行者、まあ自分みたいにタイ語もわからん、英語もわからんっていう人にとってはね、無人駅ばっかりだとちょっと嫌なんですけど、日本はもう合理化ってことで、ほとんどの駅が無人になっちゃってますね。主要駅以外は無人なのが当たり前ですけど、まあ東京とか違うけどね。タイは田舎でもほとんど有人、一部ちょっと無人あるけど、まあほぼ有人駅ですね。それはありがたいですよね。フードセーフティーストリート、こういうゲートとかアーチが多いのもね、特徴ですよね。まあ食べ物がいろいろと売られてると。あ、パイナップルなんかもあるのかな。でも人いないですね、これね。夜になんないとやんないのかな。これちょっとした、なんか掘ったて、まあ弱々しい感じの屋台というか、小屋ですけど、あ、フリー Wi-Fi なんかもあるんですね。Wi-Fi 機能がある。Wi-Fi 使えるんだ。あ、バイクタクシーの人がいますね。バンコクだけじゃなくて、地方でもバイクタクシーの方は多いようで、結構ね、客待ちしてますね。っていうわけで、駅の裏側に回ってきました。タイ国鉄は、駅は出入り自由です。列車に乗るためには、切符を買わないといけないんですけども、駅の入場は、まあ、こんな感じでね、切符なくても駅には入れます。だから裏口から入ることもできるんですね。で、切符は窓口で買って、で、その列車に乗ると。で、列車に乗ったら、まあ、車掌さんが切符を、カチャンカチャンってね、切りっていうか、その、ハサミ入れに来るっていう、まあ、そういう仕組みになってるわけですね。というわけで、今日はタイのシーサケート駅にやってまいりました。ありがとうございました。